いつもご視聴ありがとうございます。ゆっくりこすずです。そんな彼女の名優ことゆっくりまみぞうじゃ。今回は2021年度奈良大学の高校別合格者数の紹介です。一般入試のみの数値じゃ。では頑張って読み上げてもらいます。第25位牧高校、長岡工業高校、七尾高校、長野俊英高校、富士高校、浜名高校、静岡市立高校、大府東高校、津東高校、西城陽高校、京都松栄高校、八尾水晶高校、西風高校、金光八尾高校、大阪桐蔭高校、一条高校、鳥取東高校、新治高校、新居浜西高校、聖心ウルスラ学園高校、N 高校、第15位味方高校、郡上高校、岐阜女子高校、都道高校、兵庫県立大附属高校、生駒高校、平城高校、八頭高校、広島学院高校、徳島北高校、第9位第一学院高校高萩校、武生東高校、東高校、高田高校、明治学園高校、東明館高校、第5位袋井高校、亀岡高校、柏原高校、米子東高校、第3位灰原高校、津西高校、第2位高知大手前高校、第1位静岡東高校。ここまでが奈良大学の合格上位校でした。ということで、またのご視聴、お待ちしております。